生きた光を演じさせていただきました前田ゴドンです、この彼方の閃光っていう映画が無事公開されて、そしてこうやってたくさんの方々に見ていただけることはすごく嬉しいです。今日は短い時間ですが、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。池内さんがご自身のお父さんと重なる部分があるというお話もされてたんですが、はい、それはこの撮影を通して、あ、池内さん初めて聞かれました。いや、あの新聞で見ました そうなんですよね。今日も思いました。やっぱ似てるなと思って、なんか雰囲気が なんすか、本当ですか、うん、なんかすごい似てるな。ちょっと自慢していいですか。あ、はい、作品のどういったところにこう魅力といいますか、ご自身が惹かれたんですか。なんか最初に監督からこういう雰囲気の映画を作りたいっていう映像をいただいたんですけど、白黒の、なんかその映像を見た時に、その監督のなんだろう感覚というか、すごい面白いなと思って、まずそこに惹かれたのが一つ で脚本読んだ時に、なんかやっぱ読み終わった後の何とも言えない、言葉にできないなんか余韻に浸りながら、あ、この光って役を演じれたらいいなっていうのを思ったのがスタートですね。はい、ありがとうございます。なんか他の作品でも舞台挨拶やらせてもらってるんですけど、なんかすごい今回の舞台挨拶空気感がいつもと違うなと感じてるんですけど、やっぱりそれとのこの作品のなんか要因だったり力なのかなと思ってるんですけど、なんかこの作品を見てやっぱり一人一人何かを感じていただいたんじゃないかなと思っていて、そういう人が一人でも多く増えて、でこの作品がこう長く世の中に残っていくことを僕は願っています。そのために、皆さんの力を貸してほしいです。よろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。お願いします。どうでしょうか、OK ですか。はい、ありがとうございます。